今日は久しぶりに夕まずめだけね、この男と一緒に花室川に来ました。おい、仕事終わりに呼び出されたかと思ったらさ、こんな寒い日じゃねえかよ。いや寒いよ。なんか年に10年に一度の大寒波だっけ。降ってたよね。昨日雪降ってなかった。降ってた。そこって残ってっから、ここマジで雪残ってる。どれうわー、ほんとだ。今朝マイナス4度とかだったよな。マイナス4度だった。こんな日に釣れねえよ。いやマジでね、何がね、冷たいってね、あの、こんなクソ寒い日に川で何やってんのっていう、なんか、通行人の視線が一番冷たかったわ。まあ、そんな感じでさ、まあ去年のね、今頃もここ釣れてたんすよ。ただ大変申し訳ないんですが、今、浮きカメラ、故障中です。そういや、そうだね。ももちの動画で見た人はわかると思うんですけど、ちょっと今故障してて、今週末ぐらいには帰ってくるそうです。あ、そう。うん。だからちょっとさ、つまらない映像になっちゃうかもしれないんですけれども。ですけれどもね。その分さ、うん、魚たくさん釣ろうよ。このクソ寒い日に。それでは、10年に一度の大寒波のね、花室川、行ってみましょう。レッツゴー。トシさん今日何尺でやってんの？16か。16の底釣りだね、それ。そうだね。しかも今日ベタなぎなんだよね。そうなんだ、珍しくよ。だから全然止めなくても大丈夫でしょう。あ、でもあのこの流れがあってさ、私ちょっと流れだから、あの張りそうもんね。あ、本当に釣っちゃってくださいよ。何でもいけそうだけどね。ちょっと僕は車から椅子を取ってくるわ。はい、冬でもうるせえ男だな、あいつは。じゃじゃん、椅子を持ってきました。カメヤンがこれ使っててさ、うん、それいい寝所って俺があの真似したんだよな。この背もたれ付きでしょ。しかもリクライニングはできるっていう。散々探したけどさ、結局フォーマックなんだよな。あ、そうなんだよ。DCM のブランドなんだよね。あ、そうなんだ。トシさんさ、うん、これ言っちゃダメだったらピーって入れるけどさ、うん、結婚式おめでとうございました。ありがとう。ピーですか、これは。いや、いいよ、大丈夫。いや、別に大丈夫。実は、トシさん、この間、結婚しました。まだ1回目ですけどね。俺ね、幾度の結婚式に出てきたけど、初めてだったよ、あんなことしたのは。何やったっけ。え、新郎新婦顔面ケーキ。あのね、新郎あるって言われたんだよ。うん。新婦前代未聞って言われたわ。いやー。これ映像流しちゃっていいんじゃないの、トシさん。いや。本当ですか。トシさんから許可取ってきたから。あ、わかりました。じゃあ皆さん、新郎新婦の顔面ケーキまでスタートでございます。皆さんどうもこんにちは。今日は私たちの結婚式に場所を運んでいただきまして、本当に本当にありがとうございます。1月15日ということで、結婚式というか新年会というか、そういう形で楽しいお酒の場になれば嬉しいなと思っておりますので、本日は皆様最後までどうかよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございます。俺ほんと初めてだよ、新郎新婦の顔面ケーキ。しかも撮影したの俺だから。撮影してさ、
新郎新婦からお願いされてんのに結婚式場の人にやめてくださいとか。本当だよ俺。そうなんですよ皆さん聞いてくださいよ。近くで撮影してたらすいませんちょっとスタッフの動線なんでそちらやめてもらっていいですかみたいな注意されたからで、ね、俺どうですか浮きの動きは。なんかねいやつったらウェディングフィッシュだね。ウェディングフィッシュか。お動いてる。違うか。皆さん本当にここの花室が魚影濃いんですよ。頑張れ年。このクソ寒い10年に一度の大寒波で釣れ寒すぎる俺も寒いな寒いな。皆さん本当にね僕らが動画出してるせいなのかもしんないけど釣り台設置されちゃったんですよ。こういう釣り台って違法なんですよ。結構花室の下流の方に行くともっとヘラ台が設置されてるんですけどこういうヘラ台を設置しちゃうと結局釣り場がねあれちょい今説明してたのにマジ言ってる。でかっでかそうだなんか何鯉ナマズは多分釣れないと思うんだけどびっくりした。え本当に本当に釣る本気。あヘラっぽい。ちょっと待ったカスミベラ花室ベラえこれはいいんじゃねえか。おー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 おおおナイス。今俺ヘラ台設置はやめましょうっていう動画撮ってたのによ。ちょっと待って待って待って見て見て。えこの寒い日に釣れた。ほらしっかり食ってるよ。おおほら危ねえ危ねえ。あこれ確実ヘラ。めちゃくちゃいいヘラじゃん。やったよ。ちょっとあの寒さと嬉しさ両方でね震えてんだけど。すげえ。ちょっとサイズ測ろう。34、5ありそうな気がする。今俺準備するわ。あ頼むわ。いいよいいよ全然いいよ。いやでかっ。マジかよ。足つったぞこれ。やばいね。やばっ。しゃじゃあ雪とね。雪とね。え何センチある。30ほらあるよ。えでかくない。36。えでかいでかい。あ、36ですね。おめでとうございます。あ、37ぐらいあった。もう一回やっていい。あ、37かも。あ、36.5 だな。37ねえな。ね、36.5 ですね。おめでとうございます。でけえじゃん。やべえ。え、どんな動きだったの。ちょっと沈んでちょっと浮いたからあれと思って上げたらついてたわ。かわいい。おめでとうございます。ウェディングフィッシュちょっと決めちゃったじゃんすぐ。 10年に一度の寒波でさ釣っちゃったよ。すごい。おめでとう。マジでおめでとう。さっきトシさんが釣っちゃったんでまたもう一度説明なんですけど設置するのは違法ですからね。だけど結局こういうののせいで釣り禁止になったりしちゃう場合が多々あるのでぜひ皆さん設置はおやめください。お願いします。じゃあトシさんちょっとあやからしてもらいますわ。どうぞどうぞ。でも結構動いてたから寄ってると思うよ。本当に16尺ドボンですか。ハリソン森の。いやでも日が長くなったわ。ただいまの時刻見えるかな。4時55分ですね。俺らバカだと思うよ。え何時からやってるってさ4時からやってるからバカでしょ。確かにこの時期に4時スタートの人いやーまあでも手軽に来れる花村からだからよ。それで釣ってんだからすげえ。マジで。まあ配線の方が多いけどな。確かに。もう結構最近さ、うん、俺ら霞水系デコってんだよね。でも一番多分デコってんの桃地だね。そうだね。あいつ最近一人超高頑張ってっからね。俺すげえと思うわ。じゃあ、お願いします。しっかり取っといて。さて、一投目が完了したので、散策に。してこようかな。いやいや、ふざけじゃねえよ。いや、これちょっと紹介したかったんで、皆さんに。見てください。これが、凍ってますよ、凍ってます。普段こんなのあんまり見ないんですけどね、茨城県。いろいろ見てくださってる方々は、寒い地方の方もいらっしゃると思うんですけども、今年の茨城県は寒いです。俺の心も寒いぜ。いや、でもこのね、流れ込みのおかげでね、すごく環境がいいんですわ。確かに。あんたよくこれ浮き見えたね。ん？なかなか見えないよ、これ。
いやー、やっぱね、新婚だからよ。もう呆れたわ今の。頑張ります。頑張ります。さあ、時刻はちょうど5時16分。恐ろしいわ。釣れるかな。大抵さ、こう電球機械で粘るときって釣れないよね。そうなんだよ。暗くなりにつれて浮きがはっきりカメラでわかるようになる。まあ、そりゃそうでしょ、電球機だしな。お、浮きの感じがいいね。ちょっと今ね、結構奥振り込んだ。あんまり気張ると釣れないんですよ、こういう時って。そうなんだよね。そうだからもうね、遊んでるぐらいがちょうどいい。遊んでるぐらいだね。新婚生活どうっすか。あ、新婚生活、うん、いや今日もね、奥さんが作ってくれる山岡屋のラーメンが楽しみだよ。あの結婚式の打ち合わせでさ、奥さんの第一印象って言われた時にさ、うん、あの哺乳類って言ったんだよ、うん、そしたらさ、本当にやめてくださいって怒られたわ。誰に？あの式場の、式場の人に。式場の人に。さあ頑張ってください。これはいいはず、これはいいはずだよ。なんか電球機の夜釣りってなんかテンション上がんない？いや上がるけどね、そんな上がるんですよ、やりたくなっちゃうんだよ。でもね、激寒。マジ寒い今。寒いよな。おい、金屋もう降りすべよ。見ろよこれ、あの、タモ凍ってんだけど。わかるよなこれ。タモ凍って。だけあとちょっとだけ。いいよ、じゃあやる。じゃあ少しずつ片付けててよ。あ、分かった。もう取んなくていいから、もうこれ多分今日釣れねえやもう。やば、よっしゃ、トシ、トシどこ行った。よっしゃ、回してる。ちょっと待って待って、マジ多分。ちょっと待って、絶対バラすなよ。タモ凍ってくる。ちょっと待って、何にも見えない。お前絶対バラすの、絶対バラすの。大丈夫大丈夫大丈夫、わかんねえ、何これ。ちょっと待って待って、いや魚は絶対魚。いやもう全然映ってねえ。よしよしよし、何何何、ちょっと待って、あ、ヘラじゃね、ほら。マジだマジだ、寒い。もう諦めて俺片付けする。金谷マジでおめでとう。やりました。あれ、ライト消えちゃった。ライト消えちゃった。待てよ、やりました。マジでやりました。いいヘラだな。俺やりました。メジャーは、あ、持ってくる、ちょっと待って。あ、車だっていいよいいよいいよ。いや、測ろうぜ。いやいや、でかくねえもんだって、そんなに。あ、そう、うん、33ぐらいっしょ。年のやつがでかかったよ。ほんと。じゃあ、リリースしまーす。いやー、マジか、お前。もう、マジ寒。激アツだ、激アツ。はい、じゃあ、ゲトーン。いや、映ってっから。はい。うい。いやー、今日2匹だ。これこそ、僕たちの真骨頂、夜釣りでございます。ありがとうございました。じゃあ、エンド取りましょう。よし、いい終わり方だったな。うっしゃ、マジ超嬉しい。タモも凍ってっから、もうやめよ。もう手が触れてっからな。もう一枚やめよ、やめよ、終わりしようぜ。ちょっと今、片付けてたらさ、どうしたの。ダメだ、ネジがよ、凍って取れねえんだよ。ダメだ、諦める。とさ、ちょっとさ、自分の顔映して。これエンドにしちゃっていい、もう。いいよ。改めて二人で撮ろうと思ったけどさ、うん、これ非常事態だよ。寒すぎてタモも凍ってるしさ、いや本当だよ、ね、ネジも凍ってるしさ、タモ大丈夫。あ、今大丈夫だ。まあさっき魚入れたからね。いやこれちょっともうさ、うん、花室川はこのクソ玄関機でも釣れるということで、うん、そういうことだな。花室川はこの
クソ寒い大寒波でも釣れるということで、皆さんもぜひ来てみてください。来てください。でもこの時間まではやらないことをおすすめします。まあつってもまだ6時だけどな。え、6時前よ。いや、じゃあ皆さんお疲れした。またね。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。